県内では感染が急拡大した影響で、本来入院が必要な高齢の感染者の中には入院ができず、介護施設で療養をする状況が生まれています。東松島市の高齢者施設浜名、須の里です。ケアハウスやグループホームで48人の高齢者が暮らしています。施設で最初の感染者が確認されたのは今月2日。ただ！ 先月下旬には、その予兆と見られる異変がありました。利用者さんから、なんか咳が出てたみたいで、で、まあその高齢の方って、その食べ物とか、自分の唾とかでもこうごえんしちゃって、その咳出ることあるんで、そういうものなのかなとかっていうふうに判断してたんですけども、結果、そこが利用者さんのその感染のスタートだったんじゃないか。 最初の感染者が確認された日から、家族との面会やデイケアサービスを停止、最終的に職員45人と利用者48人のうち、16人が陽性になり、クラスターと認定されました利用者で陽性になった6人のうち、90代の男女2人は、体調が悪化したため入院,できましたが入院しましたが、他の4人は、 コロナ病床のききがなないたため入院ででず施設で療養することになりました新規感染者を出さないようにする必要があるんで、陽性になれば、糖質ですと、全員個室なので、そこでまず生活を完結させるっていう対応厨房で作っていた食事は、食べ残しから感染が広がる恐れがあるため、使い捨て容器に入った 宅配の介護職に切り替えました。入居スペースは10人ごと4つのユニットに分かれていて、利用者と職員とも他のユニットへの行き来を取りやめ、職員はそれぞれのユニットの非常口から建物の中に出入りする工夫を凝らしました。現場職員にとって働く職員がこう限られて、さらにこう身を削られるようにこう職員がこう自宅のように入ってって。 だけども入院できる利用者さんというのも本当限られて応援要請はしたんですけども応援を受けずに本当に限られた職員たちが頑張って乗り越えたという状況です。